今回のプレゴル TV、 なんとコラボ企画です。スペシャルゲストをお呼びします。じゃん、こんにちは、ロングドライブの山崎です。スリークォーターで持った足とお腹張ってください。なんか今まで僕のこのゴルフスイング理論の中にこれ右で回るってあんまなかった。緩めずに上げたら、そうです、いいっすね、できる子ですね。緩めないっていう、緩まないのが一番大事なんです。おー、あれ、うわ、お師匠、大台に行きました。行きました。すごい320。お、なかなかですね。322まで行きました。もうちょっとコツが、コツがつかめてきた。分かりやすい、もう単純なんですよ。 あの何度何度こうとかっていうのは難しいので、はい、なぜ緩んでるかとかっていうそのパーツでちょっとだけポンとね、はい、なるほど。でもやっぱり僕思うんですけど、僕もなんだかんだいろんな方に習ってきて、はい、結構難しく言うプロってたまにいるじゃないですか。まあそうですね、あの好きな人もいるんですよ、その細かいのが好きな人もいます。僕のところレッスン来て、すごい難しいことを生徒さんが言われること多いです、はい、そういうのひっくるめてもうここだけやってくださいって言って、やっぱ結果いいと皆さん、もう単純にそれでいいですね。やっぱ僕自分ができないことは言えないんですよ。よくこう数字出しすぎちゃって、ここで何度って言われた時に分度器当てなきゃ僕分からないんですよね。確かに。多分50度って言われた時に50度ちょっきり出せる人ってなかなかいないんで、人間の関節もそれも生まれたそれぞれの人たちみんな違うので雰囲気やっぱ違うんです。あとグリップの持ってる握りだけでも手首の角度って変わってくるので、はい、トップの形も変わるんですよ。だからその実際筋肉が緩まない感じっていうのをフィーリングで伝えて、はい、そのフィーリングで打ってもらって感じがいいと、はい、あ、できるって思ったら練習するじゃないですか、はい、それが大事だと思ってるんですよね。なるほど、まあ、でも確かにそうですよね、はい、でしかも自分のやってきたゴルフっていうのを皆さんお持ちなので、はい、初めてやる人を一からやっていくっていうのとちょっと違うんですよ、うん、何か悩み持ってくるので、はい、100変えるわけにはいかないんですよ、はい、だから最初にあのどんなイメージ打ってますかとか、はい、変えたくないイメージっていうのは必ず言われるので、そのイメージを変えずに数字を上げていくっていう、飛距離も伸ばしていくっていうのがやっぱ大事なんで。なるほど、もう押し付けみたいな、このなんていうんですかね、根性論で、はい、選挙それで打てみたいな、はい、学生時代のやつはなかなか難しいんでね。なるほど、はい、ちょっともうちょっとだけ欲かくわけじゃないけど飛ばしてみようかな、はい、右を大きく右で回る、はい、惜しい。今のは少し右で回るっていう時に気をつけてほしいのが、はい、右でアッパーに振るわけじゃなくて、はい、上げた場所から回転していくっていうイメージなんです。なるほど、今もう完全にこうなりましたもんね。そうなっちゃったんですよ、はい、だから右で回んなきゃと思って右で開いていくわけじゃなくて、はい、上げた右側から回転していくんです。なるほど、はい、おお、今のはいい回転でしたね。でもやっぱりちょっときついぐらいですね、はい、いやでも本当に思うんですけど、なんかこう、まあ、もちろん飛ばすのに筋力って必要、最低限必要だと思うんですけど、必要ですね。でも飛ばしって技術だね、本当に。スピン量とかね、やっぱそのスピードを出すっていうことは力だけで出ないんで、はい、ある程度の技術がいります。そうですね、やっぱ体がこう、女子プロさんがなぜ飛ぶのったら、やっぱこう使うタイミングが順番よく使われてるから飛ぶんですよね、はいはい、なのでやっぱこう飛ぶってやっぱ技術の部分もでかいです。ああ、そうですよね、はい、か僕ももうちょっとこうやって順番にっていければいいってことですよね。そうです、今は上げていったとこから少し乗ってっちゃう分だけ詰まりながら振っていくので、上げたとこから回ったらもう絶対スピード上がります。多分今までのタイミングリズムっていうのがあるので、うん、少しその辺が難しいかもしれないんですけど、せっかくなんでこのオフにちょっと頑張ったら来年はあの320ヤードショットをパンパン打ってくるという。よし、
上げて右で回る。はい。おお、いいっすね。これなんかもうほぼものにしてきつつありますね。でトップで少しまだ上がっていったところで、はい、ふって緩むので、はい、ビッリラックスリラックスリラックスで上がっていってトップで少し締まる。なるほど。締まったとこから一気に回転する。緩む。ずっとリラックスだったら飛ばないんで。ああ、なるほど。どっかでテンションをかけなきゃいけない、ね。かけなきゃいけない。筋肉が伸びる時間が必要なんですよね。筋肉が伸びてる、伸び続けてる時に圧力は上がるので、緩めちゃったらもうそっから先だけになっちゃうので、なるほど。ずっと腹筋も広背筋も張ったままインパクトしてほしいんですよね。なるほど、なるほど。なんかだんだん飛ばしのメカニズムがなんとなく分かってきました、はい、筋肉が伸ばすっていう部分を筋肉伸ばす、はい、トップで緩まずに、おお、そうですね、今なんかヘッドが結構素直に出てきました、ね、はい、いいですよ。なんかこの速度とこのバランスだったらコースでできそうな気がします。あ、なるほどね、はい、コースでできそうだね。できそうですよ、はい、ちょっと最後にこう今の山崎さんのアドバイスをいただいて、はい、僕はドラゴンプロではないので、はい、コースでできるスイングでプラスアルファ今のエッセンスを加えたバージョンのスイングをちょっと自分なりにやってみたいと思います、はい、でやってみてちょっと師匠にね、はい、こうどうですかっていうその踏まえた意見を。いいですね、見せてください、はい、おー、なるほど。今やってる感じは分かります、はい、ただやはり癖で左にちょっと乗ってってから伸びてる、ね、ああ、なるほど。やっぱりこうそのインパクトのポイントがちょっとずれたんでちょっと引っ張っちゃったって、はい、なるほど。そこをどうしても我慢ですね。あ、でもなんか今の当たりでボールスピード74までいってるんで数値はいいんですよ。数値はいいんです、ね、数値はいい。これね振ってる感覚ないんですよ僕今。実は緩めてないからです。あ、だからいつもの感覚が結構手のこのテンションが高い、はい、それが今筋肉緩んでないから普通にいって出てる、はい、なるほど。筋肉伸ばすようになるとあともう一個いいことは、はい、シャフトもしなってくる。へえ。シャフトがしなるんですよ。なるほど、まあ、シャフトしならないと飛ばないです。飛ばないです。そうなんです。めちゃくちゃしならせんのうまいですもんね。そうなんです。僕はしなりで飛ばすの。よし、はい、コースバージョン、はい。あー、いいっすね。今結構右で回ってますからね。そうですよね、はい、右に回ってます。ちょっと今もまだフック強いけど、あ、使えますね。こう、おお、これなら。ただちょっとスピン量が足りなすぎですね。あ、なるほど。1300回じゃちょっとドロップっぽいですね。あ、ドロップですね、うん、もうちょっとこう浮かして浮かして現実的な数字をちょっとやって終わりにしたいなと。はい、ストレート、これはいいんじゃないですか。いい球。あー、これはコース打ったら最高じゃないですか。そうですね。ああ、2200いいっすね。なんかいい感じですよね、うん、ちょっと打ち出し角が足りないですけど、まあでもラウンドいったらそこまで高い球出さなんでもね、はい、このぐらいの距離いくんだったら十分じゃないですか。逆に振れば50とか出るんですけど、はい、実際コースで振る速度って多分こんなもんだと思うんですよ。僕、ね、あのマックスよりちょっと落ちますよね、うん、そうですよね、はい、で、まあ、2200回転ぐらいのスピン量でアゲンストにも強い球で、もうちょっと気持ちここ欲しいですけど、12度くらいになったらさらに最高。そうですよね、まあ、14度くらいが本当は飛ぶんですけど、はい、そこまで上げると、はい、ちょっとの曲がりが結構リスク的にでかくなるので12度くらいかなっていう感じ、はい、まあ、僕は10度くらい大好きですけどね。まあでも今のバランスのスイングで僕初速73出てる、やっぱ結構いつもより早いんですよ。いいですね、はい、なので左へ乗ってから回るんじゃなくて右足の上から回ってほしいです。なるほど。で、圧力を抜かない。なるほど、はい、この奥ちょっと頑張ってください。コツがありますね。あります。わかりました、はい、ちょっとこれを参考にね、ちょっと練習して来年は一皮むける男になりたいなと思います。はい、はい、先ほど説明させていただいた、スリークォーターの練習のドリル編を、僕の方でやっていきたいと思います。普段のスタンスとアドレスから体で大きくバックスイングしていく、そして右腕が
もうこれ以上はいけれないよっていう感じになると曲がろうとするので、その曲がる手前くらいでここで少しインパクトの形をイメージします。そうするとこのまま来るとハンドファーストでスクエアに当たる状態を作ったところからは、腕、この広背筋、お腹、左の足、この辺がこう全部が一本につながってる感覚で、下の動きでクラブが動いてくる感覚のフィーリングを自分の中でめちゃくちゃイメージしたところからスイング。なので一回こう上げたところから、少し止めて確認したところから打っていくような感じにするといいと思います。では行ってみます。上げる、張りを作る、スイング、っていう感じで緩めずに打つんです。で、スリークォーターから球を打っていく。で、それが強くなったら、その今のスリークォーターのポジションからできるだけ球を飛ばすように、今274ヤード僕だったらこれで300ヤードぐらい飛ばすんだっていうつもりで圧力を足とお腹で入れていきます。もう一回、上げる、張りをつける、すごいお腹と足のパワーでしっかり回転。そしたらどうですかね、飛びますね、300ヤード、言った通り300ヤード飛ばしました。これ画像で伝わるかどうかわからないけど、近くで見てる僕とかは音がすごいさっきえって声出ちゃったけどすごい。なので腕力で振ってるんではなくて、実際腹圧、足のパワーで回転してくることによってボールは押せるし飛ぶっていうことをね、実際確認してもらえたんじゃないかと思うので、ぜひ皆さんこのオフしっかり練習してください。はい、ありがとうございま ありがとうございます。ドラゴン山崎さんのコラボ編でした。はい、なんかやっぱり改めて思ったんですけど、ドラゴンの選手ってすごい悪い言い方するとわーって筋トレやってもうこんなになってやってるようなんですけど、やっぱり技術があるんですよそこに。そうですね、はい、やっぱりそういうのってやっぱり聞かないとわからないし、教えてもらわないとわからない部分があるので、なんか今回はすごくこう周りが競技山ばっかりなので、なんか競技的なアドバイスっていただくんですけど、飛ばしことに関してのアドバイスってなかなかこう聞くことないんですよ。そうですね、あと飛ばすってやっぱやってみて結構難しいんですよ。そうですね、はい、あのコントロールすることっていうのは案外力を抜いてくって言ったら変ですけど、操作していけるのでいいんですけど、やっぱマックスのスピードを出していくっていうのはやっぱ難しい。あ、そう、僕ね、山崎さんの印象がすごい変わったのはプライベートでラウンドした時に、はい、皆さん多分山崎さんのドラゴン用のスイングしか多分 YouTube で見てないと思うんですよ。あ、そうですね、あと競技やってるあのマンブリの姿、うん、結構実は8割ぐらいでラウンドで振ってる時のスイングの山崎さんのスイングめっちゃ綺麗なんですよ、まあ、オンプレーンで、はい、そうですね、うん、力感なくて振ってる時めちゃくちゃ綺麗でオンプレーンで、結構実はあのフックもスライスも自由自在なんですよ。打ちますね、打ち分けめちゃくちゃ効くんですよ。で、御殿場一緒に回った時にもう僕よりはるかにドライバー上手くて結構打ち分けてて、あ、すごいなっていう、筋量だけでやってないなっていうドライバーもね、毎日打ってるんでドライバーの操作が上手くなっちゃうんですよ。あ、もうね、それに結構びっくりして、やっぱこれは習いたいなって思って今回のちょっとコラボ企画にさせていただきました。これでちょっと皆さんのね、こうやっぱ見てる男性多いと思うんですけど、やっぱ男だったら1ミリでも先に飛ばしたいって皆さん誰でもあると思うんですよ、はい、だからね、この YouTube を見て少しでも参考になっていただけたら嬉しいなって、はい、すごく思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。え、てかやばくない？え、だって50って俺の普通に振った時は早いんだけど年取っても距離落ちないよっていうことを自分の体でこう実証していくっていうか、なるほど、70歳で300ヤードをいつでも見せるおじいちゃんになりたいですね。若干できそうだけどね